ピョンチャンオリンピックのスピードスケート女子 500m の金メダリスト小平奈緒選手が現役最後のレースとして臨んだ全日本距離別選手権の女子 500m で37秒49をマークして優勝し、大会8連覇で有終の美を飾りました。続きを読む。スピードスケートの全日本距離別選手権は22日長野市の M ウェーブで2日目の競技が行われ、小平選手は女子 500m に出場しました。現役最後のレースに臨んだ小平選手は最初の 100m を全体トップの10秒44で通過すると、持ち味の重心の低い滑りでスピードに乗り37秒49でフィニッシュし、大会8連覇を果たして有終の美を飾りました。フィニッシュした直後には好タイムをマークした小平選手に会場から多くの拍手が送られましたが、小平選手は最終組のレースが残っていたため金メダルを獲得した2018年のピョンチャン大会のレースの後と同じように観客席へ静かにしてほしいと合図を送りました。そして最終組のレースを終えて自らの優勝が決まるとゆっくりと手を振りながら声援に応えました。最後のレース両親も見守る小平選手の現役最後のレースを会場で見守った父親の康彦さんと母親の光子さんが取材に応じ、康彦さんは無事に終わってよかった、こんなにたくさんの人が会場に来てくれて感謝です、いいレースを見せてくれてありがとうと伝えたいと話していました。また光子さんは笑顔で無事にゴールしてほしいと思っていた、体制の観客の前で滑らせてもらって私も嬉しいと笑顔で話していました。高木美帆ありがとうございましたという気持ち。小平奈緒選手とともに日本の女子スピードスケート界を引っ張ってきた高木美帆選手は、小平選手の偉大さ素晴らしさを感じた、なかなかこういう経験はできないので同じ会場で滑れたのは光栄だったが、一緒の組で滑りたかったなと思うと率直な思いを話しました。レース後に小平選手と会話を交わした際のやり取りを振り返り、ミポリンスタートもうちょっと来ると思ったんだけどと言われたのですいませんと謝っておきましたと最後まで競技について話し合っていたことを明かしました。そしてありがとうございましたという気持ちですと先輩をねぎらっていました。最後のレースに体制のファン小平奈緒選手の現役最後のレースを前に、全日本距離別選手権の女子 500m が行われる長野市の M ウェーブには会場前から体制のファンが並び長蛇の列を作っていました。列の先頭に並んでいた愛知県の60代の男性は午前0時に家を出て4時から並んでいました。最後のレース頑張ってほしいと話していました。小平選手が卒業した茅野市の小学校に通い、地元のスケートクラブに所属する小学5年生の女の子は、小平選手からプレゼントされたジャージを着て応援に駆けつけ、滑っている時はかっこいいが、リンクから上がった時の笑顔が可愛いです。全部一生懸命なところが好きです。ベストタイムとかは気にせず、最後まで頑張ってほしいと最後のレースを楽しみにしていました。また長野県の60代の男性はラストランをこの目に焼き付けるために来ました、少し寂しい気持ちもあると寂しげな表情で話していました。日本スケート連盟によりますと22日の前売りのチケットは完売していて、 M ウェーブで行われたスピードスケートの大会では1998年の長野オリンピック以来の満席になる見込みだということです。ゆうきコーチ、本当に素晴らしいレースだった。小平奈緒選手を大学生の頃から指導しているゆうき正弘コーチは、レース前はいつも通り主役だぞ行ってこいと声をかけた、半分神みたいなところがあり小平がスケート靴を脱ぐ時にうるっときた、筋書きがあってもこうはならないと思う、本当に素晴らしいレースだったと思いますと振り返りました。その上で生活のすべてをスケートに費やしてきたと思う、アスリートという枠を超えて人間としての凄み、やると決めた時の覚悟決意が素晴らしいとこれまでの競技生活を評価していました。そして大学に来てくれてありがとうの一言ですと感謝の思いを語りました。小平が最後に見たあの景色、鳥肌を超えて心が飛び出てきそうだった、
1998年の長野オリンピックが行われた会場で満員の観客から声援を受けてレースを滑ることは小平選手にとって夢に見た瞬間でした。小平選手がスピードスケートで世界を目指すきっかけになったのが地元長野県の M ウェーブで開かれた1998年のオリンピックでした。当時小学5年生だった小平選手は会場で見ることはできなかったものの、録画したビデオを繰り返し再生して男子 500m で清水宏保さんが金メダルを手にする姿などを目に焼き付けました。いつか自分も